続いて6月12日、福島県郡山市で東日本大震災の被災者への支援ボランティアとして法学部による無料法律等相談会が開催されたニュースです。法学部では今回の震災を受け、社会的要請や状況を鑑み、被災者の方々のお力になるべく震災に関連した法律相談を無料で開催しました。被災直後はおそらくは被災者の方はご自分、さらにはご家族の命、この問題で精一杯だったと思うんですね。もう少し経ちますと、今度は親戚の方とか友達とか、そうした形で安否ということで非常に熱心にあちらこちら探されていると思います。これから先の生活を設計していくと、こういった問題に多分直面するだろうと、私たちはそれを考えまして、法学部としてこの問題にどう対応できるだろうか、どうやってお手伝いできるのかと、こう考えまして、法学部の特性を生かしながら法律、さらには税理士の方とか、あるいは司法書士の方とか、そういった先生方をこちらの方においでいただきまして、さまざまな形で皆さんのお助けをしたいと、こう考えているわけです。今回開催された無料法律等相談会には、法学部専任教員や法学部出身の弁護士、税理士、司法書士、その他有志の弁護士を含め16名が参加。多くの被災者の話に耳を傾け、生活を再建する上での法律的なトラブルなどについて相談に応じました。罹災された方々の住居を確保するための行政上の措置があって、そのことについて不十分な便宜供与しか受けられない、それをどういうふうにして解決したらいいかというふうな問題がありますから、それはやはり通常時ではおよそありえないような法律問題だったと思いますね。一時避難所等で、お暮らしになっているということで、精神的にも随分追い詰められているというふうな状況があるのかもしれません。被災されたことについて生活をどのように回復したらいいかというふうな相談ですから、もちろんこういう時期でなければない相談もございました。被災者にとって法的な悩み事は大きな負担となっています。法学部では今後も無料の法律相談を継続し開いていく予定です。被災された皆様が一日も早く震災の悲しみから立ち上がり、復興に向かわれますようお祈り申し上げます。